前橋市長が市政について語るテレビ版市長コラム。今回は堤防はどうやってできるのか、津北部海岸堤防その後をお送りします。前橋市長が出演し、テーマに沿ってお話しするテレビ版市長コラム。今回は、堤防はどうやってできるのか、津北部海岸堤防その後をテーマにお送りします。前橋市長、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて、海岸堤防の整備については、昨年9月にもこの番組で取り上げました。その時は、誰が堤防を作るのかというテーマで、堤防の所管が国、県、市と異なっているということでしたね。はい、そうなんですね。まあ、伊勢湾沿いに市街地が広がる津市にとってはですね、まあ、最も懸念されるのは高潮とかあるいは津波とかのですね、被害なんですよね。まあ、そこで市の南部の海岸ではですね、堤防の整備が国の直轄事業として、まあ、計画的に進んできておるんですよね。まあ、その一方でですね、北部海岸についてはですね、まあ、これまでなかなか整備のめどが立たないと、こんな状況が続いておりました。なぜそのような差ができるんでしょうか。はい、これはですね、堤防を整備する予算の付き方の違いによるんですよね。南部はですね、カラスからずっとこう栗間町屋まで、この一帯は重要港湾津松阪港としてですね、まあ、国が自ら予算を確保して、そして自ら工事を行うと、こういうことなんですよね。これに対しましてですね、北部は、管理するのは県とか市なんですね。で、この県や市が国から交付金とか補助金を受けて整備費用を賄うと、こういう形になっております。まあ、水産県の三重県ではですね、まあ、南北に長い海岸線がありますし、それから漁港もたくさんあります。したがって他の市町とのですね、兼ね合いでですね、まあ、整備に取り掛かるまでに、まあ、つまり予算がですね、ついてくるまでなかなか時間がかかると、かなり時間を要すると、まあ、こういうことがあるんですよね。まあ、だからといってですね、津市はただ手をこまぬいていると、こういうわけには参りませんので、まあ、津市が管理する白塚と川毛の漁港、これを中心にですね、まあ、1キロの区域をですね、まあ、ここで堤防の整備に、まあ、最速で取り掛かる方法、これを探していたんですが、その方法が一つだけあったんですね。それはどんな方法なんですか。これはね、国からですね、直接漁港の堤防整備のためだけに使う予算をですね、まあ、つけてもらおうと、こういう作戦なんですよね。まあ、しかしですね、これはなかなか狭き門なんですよ。まあ、全国の漁港堤防のうちわずか4箇所でしか実施されない。しかもですね、合計で7億円しか予算がないですね。この予算を4つに分け合うという、まあ、こういう厳しい、まあ、予算なんですよね。まあ、現在この予算が継続してついているのがですね、高知県と静岡県の3つの漁港、まあ、こちらは南海トラフ地震による被害がですね、まあ、甚大だというふうに、まあ、予想される、懸念されている地域ですよね。まあ、南海トラフといえば三重県も非常に心配であります。そこでですね、残る一枠を三重にも配分されるよう県の支援を受けてですね、積極的に国への要望活動を行いました。津市の漁港堤防が選ばれるために何か特別なことを行ったんですか。はい、まあ、これはですね、新規に予算がつく漁港は一つだけなんですよね。で、私たちは白塚と川毛両方をやりたいわけですよね。まあ、そこでですね、まあ、ちょうど昨年7月のことだったんですが、白塚漁協とそれから川毛町漁協が合併すると、こういうことによりましてですね、市場機能を白塚に集約する、そして2つの漁港を、まあ、一体的に管理すると、こういう動きをですね、加速させたわけなんですね。からもう一つはですね、漁港堤防の整備に取り掛かる前段階の作業として、まあ、現地の地質調査、それから基本計画を作る、
こういったことなどですね、まあ、やれることから始めていきました。まあ、今年3月末ですね、まあ、一体となった白塚漁港は県で6カ所の流通拠点漁港に選ばれました。そして県営化されることが決定をいたしました。そして4月1日白塚漁港、白塚港区、川毛港区、こちらの海岸堤防がですね、まあ、あの私たちが目指していた国の補助事業として新規にその整備を進めていいよということで認められることになったわけですね。まあ、費用の3分の2の補助、これは高い率、高率補助ですね、これを受けられる、まあ、有利な条件であります。まあ、これからですね、両漁港区域は県の手で速やかにですね、調査、測量、そして設計作業が開始されると、こういう予定であります。なるほど、漁港は県の管理になって国の補助も認められたんですね。その他の堤防はどうなるんですか？はい、まあ、その南側のところなんですが、まあ、国直轄の工事が進んでいる栗間町屋港区、そのすぐ北ですね、そして今の漁港、白塚漁港の南、この間1165メートルあるんです。ここはですね、県が管理する栗間海岸堤防ということなんですが、この部分を国の直轄事業として整備しようと、このこともですね、この度決定をいたしました。まあ、国の補助事業として今申し上げた採択された白塚漁港の堤防に、まあ、連なるようにですね、国直轄の範囲が北側に拡大をされたと、まあ、こういうことになるんですよね。まあ、ここではですね、関係省庁が協力して事業を進める一連海岸というですね、極めて珍しい手法が取られました。一連海岸とはどのような手法なんでしょうか？これはですね、所管が異なる、まあ、そういう部分を一連のものとしてですね、取り込んでしまうという、まあ、いわばウルトラCの手法なんですね。まあ、住民の皆さんが説明しておられた国直轄の堤防整備を延伸してもらおうというのはですね、これはあの簡単なことではなくて、役所の間で省庁間でですね、非常に多くの調整が必要だったんですね。まあ、そこでですね、まあ、これまでの経緯を、まあ、熟知しておられる地元選出の国会議員がですね、まあ、ちょうど栗間町屋港区の整備が始まるとすかさずに国への要望活動をですね、まあ、力強く後押しをしてくださいました。まあ、国もそれに応じてですね、延伸の必要性について検討を開始をしました。まあ、県が管理する栗間地区海岸は水際線の近くにですね、堤防を施工しなきゃいけないということで、まあ、高度な技術が必要であります。それからもう一つ、県で唯一の特定機能病院である三重大学医学部附属病院と、それから重要なアクセス道路である国道23号がですね、背後に控える、まあ、その栗間町屋港区と一連の海岸として国が整備しなければ、まあ、浸水の防止効果が発揮できないと、まあ、こういう判断がなされたわけでございまして、まあ、県の管理から国直轄へという変更が認められることになったと、こういうことなんですね。国の支援を受けて堤防整備が大幅に進むんですね。残る北部海岸についても県が今年度上野地区から堤防の整備に着手することになりましたね。はい、そうですね。まあ、県の工事まもなく着工の予定であります。まあ、地区ごとにですね、問題が複雑に絡み合い、まあ、身動きが取れなかった北部海岸堤防の整備事業がですね、まあ、今年度に入って一斉に進み出した、これはですね、偶然ではありません。堤防の整備には巨額の費用がかかるだけにですね、津市ができることにはですね、まあ、どうしても限界があるわけですね。まあ、そこでですね、まあ、南海トラフ地震に可能な限り備えるためにですね、まあ、あらゆる関係者が協力をして、そして知恵を絞って、そして労を厭わなかったからこそですね、まあ、問題解決の糸口を見つけることができたのだと、まあ、このように確信をしております。防災には終わりはありません。北部海岸堤防もまだスタートしたばかりであります。まあ、最後までですね、真摯に課題に向き合いつつ、さまざまな防災に対する取り組みを継続的に行ってまいります。テレビ版視聴コラム、今回は堤防はどうやってできるのか、津北部海岸堤防その後をテーマにお送りしました。前橋町、ありがとうございました。ありがとうございました。